はい、どうも島です。今日は謝罪動画になります。昨日、弱小 YouTuber の貯金額を発表しますという動画で、私の貯金額は100兆ジンバブエドルと、いうね、釣り動画、幼稚園生並みの、いや、それを言ったら幼稚園生に失礼になってしまいます。乳児並みの、釣り動画を皆様に公開したことを、ここでお詫び申し上げます。どうも、すみませんでした。そして、本日この動画を、見てくださった皆様、ありがとうございます。反省の意を込めまして、私、この100兆ジンバブエドルをプレゼント企画とさせていただきたいと思います。まあ、こんな紙っぺらと、皆様はお思いでしょうが、この紙っぺらは約7000円で取引されております。そしてお金をプレゼントに出すものはいかがなのかといったご意見が来ることを想定しておりますが、こちらの100兆ジンバブエドルは現在使用ができません。2015年にジンバブエから、政府の貨幣として認めないと、言われています。言われていますってなんだろうね。はい、ということで、プレゼント企画です。本当にね、皆様にちょっとご迷惑をおかけしてしまったということで、こちらをね、1名様に、プレゼントさせていただきます。応募方法はチャンネル登録をしていただいて、そしてコメントをするだけで OK です。あとは、まあ、なんかメッセージを受け取るように受信設定をしていただくっていうところは、皆様の方でちょっとググっていただいて、調べてみてください。はい、ということで、いつもご視聴いただいてありがとうございます。ちなみに、私の貯金額は、現在3万何円かな、スクリーンショット貼っておきます。で、そちら、まあ、本当は実は10万円あったんですよ。10万円ほどあって、ちょっとね、こんなね動画出してしまったということで、皆様へのお詫びではないですけど、7万円のね、とある、7万円8万円ぐらいする、遊戯王カードを手に入れてきましたので、そちらの動画で、動画を公開ということで、今回の件を、一段落、とりあえず一件落着させていただけたらなと、思います。はい、ということで、4月29日にこちらの、プレゼント企画の結果発表と、その7、8万円する遊戯王の、回復動画をやっていきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ということで、シャマでした。